日本シリーズ。日本シリーズ、それは各リーグの CS を勝ち抜いたチーム同士でその年の日本一を決める決戦のことを言います。2021年シーズンはプロ野球史上初となる前年最下位同士の組み合わせとなり、プロ野球ファンの注目を集めています。そしてこれまでも日本シリーズで幾多の名勝負が繰り広げられてきました。しかしその一方で真剣勝負がゆえに数々の事件も起きてしまっていたんです。そこで一つの疑問が生じました。近年の日本シリーズで起きてしまった事件とは一体何なのか。というわけで今回の動画は2010年代以降の日本シリーズで起きた4つの事件を紹介したいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。演技四球。2012年の日本シリーズは巨人対日本ハムの組み合わせとなり、お互い2勝2敗で迎えた第5戦に事件は起こりました。巨人3点リードで迎えた4回表、巨人の攻撃。ノーアウト1塁の場面でバッターは加藤健捕手。巨人ベンチはランナーを進めるために加藤捕手にバントのサインを出します。すると日本ハムの只野投手はバントを警戒し、インハイに直球を投げ込むと、それに対して加藤捕手はのけぞるように返して倒れ込みます。この時テレビ中継ではバットに当たっているように見え、審判もファールとジェスチャー。誰もがこのままプレーが再開されると思っていました。しかし加藤捕手は頭を押さえてうずくまったままなかなか立ち上がろうとせず、巨人ベンチから原監督とトレーナーが一目散に駆けつけて球場内は騒然に。その後原監督の抗議を受けた球審はデッドボールと判定を覆し、なんと只野投手を危険球で退場させたんです。すると今度は日本ハム栗山監督がベンチから飛び出し猛抗議。球場内から怒号が飛び交いました。しかし判定は覆らず、プレーが再開されると巨人は坂本選手の犠牲フライで加藤捕手が生還し1点を追加しました。さらに5回表2アウト2、3塁の場面で再び加藤捕手に打席が回ると、日本ハムファンから壮絶なブーイングが浴びせられ、球場内は異様な雰囲気に包まれます。しかし加藤捕手はブーイングをもろともせず、2点タイムリーを放ち、日本ハムにとどめの一撃を食らわせました。結局巨人はこの試合10対2と大勝。試合終了後、加藤捕手のデッドボールシーンに話題が集中し、演技をしたと多くの批判が上がり、また退場処分となった只野投手も、騙す方も騙す方、騙される方も騙される方とコメントを残し、一方の加藤捕手は必死にプレーした。何が起こったのかなという感じと死球についての名言を避けました。ただ加藤氏は引退後この事件についてスポルティーバの取材でこう語っています。ベンチに戻って映像を見たら当たっていなかったです。ボールが顔にめがけてきて当たったと思っているから目もつぶっている。僕はそれまで頭部死球が2回あったんです。その時はヘルメットが割れて何が起きたかわからなかった。同じように何が起きたかわからずその場に倒れてしまいました。顔にボールが来ていたし、バントの構えから避けようとしたバットがヘルメットに当たったんだと思います。ブーイングは聞こえました。映像を見て逆の立場で考えれば僕だってブーイングしたと思います。でも僕も審判の方を騙すつもりはなかったですし、あの時は一瞬で頭が真っ白になってしまった。あの試合以降只野投手だって指先の感覚が狂ったかもしれない。審判の方も僕のせいでジャッジに迷いが出るようになったかもしれない。リズムを狂わせてしまい迷惑をかけてしまった。そして時は流れ、2018年3月1日、札幌ドームにて只野投手の引退セレモニーが行われた時に加藤捕手がメッセージと花束を届け、セレモニー後には直接電話。その後只野投手はすっきりした、今度食事でも行こうという話をしたと笑顔で語り和解となりました。守備妨害。2014年、日本シリーズはリーグ2位ながら CS で巨人をストレートで下し、勝ち上がった阪神とオリックスとの最終決戦に勝利し優勝を決めたソフトバンクの組み合わせとなりました。初戦は阪神が先勝したものの、2戦目からはソフトバンクが3連勝し迎えた第5戦、ソフトバンク1点リードで迎えた9回表、マウンドにはソフトバンクの守護神サファテ投手が上がるも制球が定まらず、連続フォアボールでワンアウト満塁。一打逆転の場面でバッターは西岡剛選手。サファテ投手は依然として制球がばらついたままボールが先行し3ボールとなります。そしてサファテ投手が投じたど真ん中のストレート、西岡選手が強振。しかし打球は無情にもファースト正面に転がり、ゴロを補給した明石選手はすかさずホームに送球。送球を受けた細川捕手が1塁に転送すると、なんとその送球は西岡選手の背中に当たりファールゾーンに転がったんです。その間に2塁走者がホームインし同点と思われた。その時白井球審は西岡選手に対して捕手の送球時にラインの内側に入り意図的に送球を妨害したとして守備妨害と判定し試合終了。阪神首脳陣が猛抗議する横でソフトバンクナインが歓喜の輪を形成。何とも言えない幕切れとなり、この状況を作り出した西岡選手はネット上で戦犯と呼ばれました。試合後球審を務めた白井球審は完全にラインの内側を走っていた、左バッターだから普通は内側は走らない、明らかに邪魔してやろうという意図があったと説明し、西岡選手は左バッターは打った後
どうしても中に入ってしまう。そこから徐々に外へ戻した。故意にできるプレーではないと話すも、後日自身の Facebook で僕なりにルール上ギリギリのプレーはしたつもりでしたと、あのプレーが故意だったことを明かしました。さらに西岡選手は後にスポーツナビの YouTube チャンネルで守備妨害についてこう釈明しています。ワンアウト満塁で僕がバッターで打った瞬間、芯に当たったファーストゴロ 100% ゲッツ。その時に僕がひらめいたのが、最初ってラインの内側を走ってるじゃないですか。ここで当たったら守備妨害だと。僕の中で今キャッチャーが取ったな、キャッチャーが次投げるなという時に3フィートのラインギリギリのライン上を踏んだんですよ。っていうことは僕の中ではラインを踏んだらライン内でしょ。そこで僕当たったんですよ。当たった瞬間ラッキーと思って、僕の思ってる通りの、それを守備妨害と取られたのは僕の意図が伝わらなかったプレーですねと語りました。さらに西岡選手はロッテ時代に経験したかの33対4が誕生した原因についても言及。33対4といえば2005年日本シリーズで阪神がロッテに圧倒され歴代1位の得失点差を記録した両チームの合計スコアのことで、阪神をネタにする際に用いられる伝説のスコアですが、西岡選手はセリーグはメディアの露出が多いんですよね。だからロッテで日本シリーズに出た時って何もプレッシャーなかったんですよ。でも阪神で日本シリーズに出た時は絶対に勝たなあかんと。だから2005年阪神とロッテで僕らロッテ4勝0敗で優勝したんですよね。僕らその時すっげー楽しかったのに、阪神の選手見た時に何この暗さと思って、んで2014年の日本シリーズ阪神に僕が入った時にまさにその通りになったんですよ。あ、震えると思って、プレッシャーがすごいですと語っていました。オールブラックス。2019年はラグビーワールドカップが自国開催され、日本代表はベスト8に入る快進撃を見せ、日本中を熱狂させました。また他国の代表にも注目が集まり、特にラグビー強豪国のニュージーランド代表、愛称オールブラックスが試合前に士気を高めるために行う民族舞踊ハカは大きな話題となりました。ラグビーが盛り上がる中、プロ野球では原新監督のもと、巨人が5年ぶりにセリーグを制覇、パリーグは王者ソフトバンクが順当に勝ち進み、日本シリーズは巨人対ソフトバンクの組み合わせとなりました。巨人といえばこれまでリーグ優勝37回、日本一22回を誇る球界の名手として知られており、前評判では最終戦までもつれる接戦になるだろうという予想が大半を占めていました。しかし日本シリーズが始まると、巨人はソフトバンクに圧倒的な力の差を見せつけられ、かの33対4以来となるスイープ負けを喫してしまい、あっさりと日本一を逃してしまったんです。このあまりにも低たらくぶりに、ネット上では全部黒星を喫したチームという意味で巨人のことをオールブラックスと呼び、第3戦ソフトバンク4点リードで迎えた9回裏ワンアウト1塁の場面で、ソフトバンク森投手が暴投した際、一塁ランナーの増田選手が暴走して強引に三塁を狙い悠々アウトになったシーンでは、オールブラックスの民族舞踊ハカとかけてオールブラックスのバカと書き込まれました。26対4。2020年の日本シリーズはまたしても前年と同じく巨人対ソフトバンクの組み合わせとなります。巨人はセリーグこそ独走で優勝したものの後半に失速、一方のソフトバンクは途中まで2位ロッテと一進一退を繰り広げるも、後半に入り異次元の強さを見せ、最終的には14ゲーム差をつけて優勝しました。そのため前評判はソフトバンク優勢との見方が大多数を占め、さらに巨人は前年ソフトバンクに完膚なきまでに叩きのめされたこと、本拠地の東京ドームが使用できず、オリックスの本拠地京セラドームをホーム球場にせざるを得なかったことで血のりが全くないことにより、シリーズ前から巨人の戦いぶりを心配する声が上がっていました。そして日本シリーズが開幕すると、案の定初戦からソフトバンクに投打で圧倒され、オールブラックスが緊急来日。2戦目が終了した時点で両チームの合計スコアは18対3と、あの伝説の数字33対4をもしかしたら超えれるのではないかと囁かれるようになり、スポーツ紙や一般紙でも取り上げられました。そして3戦目も0対4と完封され、あっけなく窮地に立たされます。この時点で両チームの合計スコアは22対4に。そして第4戦、1回に巨人が先制し、このシリーズ初めてリードするも、次の回ソフトバンク柳田選手の一振りであっさり逆転を許し、2回にも追加点を奪われ、2回表終了時点で両チームの合計スコアは26対4に。これを受けてツイッターでは33対4超えの期待が高まり、あと7点がトレンド入り、大きな盛り上がりを見せます。しかしその後は両チームとも無得点で試合終了。巨人は結果的にかの33対4の高すぎる壁を超えることはできませんでしたが、プロ野球史上初となる同一チームによる2年連続4連敗という不名誉な新記録を打ち立て、両チームの合計スコア26対4はこのシリーズにおける巨人の悲惨さを象徴する数字となりました。なおこのシリーズで巨人が打ち立てた数々の記録がこちらです。得失点差はかの33対4に次ぐ歴代2位、中には33対4を上回る数字もあり、
いかに記録的なシリーズだったかが分かります。ちなみにファンの一人が33と4をかけると巨人のチーム打率1割3分2厘になり、 33×4 足す 33×4 イコール264となることが発見され、発見者に対して奇跡だ、美しいといった称賛の声が上がりました。というわけで今回の動画は以上となります。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。新たにサブチャンネル、ツイッターも開設しましたので、概要欄からフォローお待ちしております。ありがとうございました。